カズマ地形、または、列光体は、天文地質学において、深く側面が切り立った、細長いくぼみ構造を意味する用語である。2013年時点で、国際天文学連合は、太陽系において118個を命名している。その内訳は、金星63個、火星24個、土星の衛星のミマス6個、テティス2個、ディオネ2個、レア5個、 天皇星の衛星アリエル7個、シタニア2個、オーベロン1個である。例としては火星の様子カズマがある。下は火星の主なカズマの画像である。地図にはその位置が示されている。カンドールカズマの床部の一部はインテリアレイヤードディパシッツと呼ばれる層状体積物を含む。これらの層はこの地域全体は巨大な湖だった頃に形成された可能性がある。 火星のいくつかの場所には、水和した硫酸塩の沈殿物がある。硫酸塩の形成は、水の存在と関連する。欧州宇宙機関のマーズエクスプレスは、シャリシオやキーゼル石が存在するかもしれない証拠を発見した。この地域のローバーによる探査が待たれている。谷の壁の岩の画像は、ほぼ常に相乗になっている。下記のガンジスカズマの層の画像では、 上の明るい色の沈殿物の層が、下の暗い色の層よりも早く侵食されているのが見える。火星のいくつかの崖では、目立つ暗い色の層があり、しばしば大きな破片に割れている。これらは、柔らかい灰の沈殿物ではなく、硬い火山岩であると考えられている。硬い層の例は、コプラテスカズマで見られる。 タルシス山との距離の近さから岩の層は溶岩流の層の後に大きな噴火の後に降ってくる火山灰の沈殿と混ぜられてできたと考えられている。岩の層は火星の長い地質子を保存していると考えられている。暗い層はおそらく暗い溶岩に由来する。暗い火山岩の玄武岩は火星では多く見られる。しかし明るい色の沈殿物若は川湖。 火山灰か風が砂やゴミを吹き飛ばしたものであると考えられている。マーズローバーは硫酸塩を含む明るい色の岩を発見した。硫酸塩はおそらく水中で形成されたと考えられ、古代の生命の痕跡を含む可能性があることから興味を持たれている。囲まれた谷であるヘベスカズマはかつて水をたいたていた可能性がある。 ここから水和された鉱物が発見されている。大規模な地下の泉が地表に吹き出して、ライトトーンドディパシッツと呼ばれる沈殿物を形成したと考えられている。この沈殿物は比較的若いため、ここで現在、または過去の生命の存在が発見される可能性を示唆するものもいる。ありがとうございます。